処刑台のある広場へ向かう大通りを手枷をはめられてるってのにまるで凱旋した将軍のように歩いていったんだ。飛び、名声、力、この世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。死に向かって歩いてるっていうのに、奴は誇り高い王者そのものだ。ゴールド・ロジャー、あの時代、いや今でもか、グランドラインを恐れなかったたった一人の男だ。捕まったのではない、ロジャーは自首したのだ。俺はロジャー、俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。これからちょっとグランドラインに散歩しに行こう。誰も帰ってきたことがねえんだだから行くんじゃねえか。俺は支配に興味がねえんだよ、シキ。やりてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろう。どんな圧力をかけてこようとも気にし、お前の申し出は断る。てめえら全員叩き潰すって意味だよ。ロジャーにはもう時間がない。かなうはずもねえような敵の大軍を前にしてもロジャーは逃げずに立ち止まる。背後に愛する者がおるからじゃ。共に逃げれば仲間たちも危険にさらすことになる。正確に言うならば逃げないんではない。目の前の敵たちが仲間を追わんように敵を逃がさない。その時のロジャーはまさに鬼。仲間の悪口を言われたと一国の軍隊を滅ぼしたこともある。確かに怒らせりゃ凶暴、短気でわがまま。しかしその行動はいつも子供のように単純でまっすぐじゃった。愛する者を失うことを極端に嫌っておった。あんな無茶な生き方をしても運よく生き延びた結果が海賊王。世間の評判は最悪でも仲間からの信頼は絶大。海兵のわしでさえあいつを嫌いになれんかった。さあとっとと済ましちまおうぜ。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝。貴様黙れ。あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。ロジャーの死に際のたった一言で大海賊時代の幕開けの式典へと一変したのだからな。乾杯と行こうじゃねえか、永遠の海賊王に。